私は両親共働きの一人っ子、その上気の弱い方でなかなか友達はできず、いつも一人で室内遊びばかりしているような子供でした。寂しいのもあり、やはり兄弟というものに憧れ、いつも理想のお兄ちゃん像を思い浮かべながらままごとをしていた私は、だんだんとままごとだけでなく、一人公園で遊ぶ時も夕飯を食べている時でも空想の兄を登場させては会話するようになっていました。気味悪がった親はやめさせようとしたけれど、その癖はなかなか治らなかったそうです。しかし私も大きくなり、次第に社交的にもなりました。そんな私も大人になり、今では4つになる娘とお腹の中に赤ちゃんがいます。私が妊娠する前まで兄弟をしきりに欲しがっていた娘がパタリと兄弟の話をしなくなったので、 M ちゃんは妹と弟どっちだと思う?と私から話しかけてみると、お兄ちゃんと言いました。兄と弟の意味を間違えたのだと思い、M ちゃんの次に生まれてくるんだから弟って言うのよと教えると、娘はムッとして、違うよ、ママのお兄ちゃんがお腹に入ってるんだよ、ママのお腹に入る前まで一緒に遊んでたんだと言い出した。私は幼い頃の自分を思い出し、この子も寂しかったのだろうと解釈していると、娘が、ひろしお兄ちゃんいつもママを睨んでたよ。ゾワッと鳥肌が立ちました。私の想像の兄の名前もひろしでした。母に流産などの経験はなく、ひろしお兄ちゃんは確かに私の空想でした。わけがわからないまま、私は不安の中でお腹を抱えています。